Open the window and see the word outside, broad and wide, as Sakichi Toyota, the founder of Toyota Motor Company, said. The word outside is quite a different one from the one you know now, or you would be left behind in a well as a frog. Here is one of the examples we should see. From the outside of Japan. It is a double headed haniwa or a ceramic figure which has got two faces together in one head. What is it? What is it for? Here in this video, you see my answer to it. 豊田佐吉はこう言いました。「少女をあけてみよう。外は広いぞ、」と。それともあなたは、この小さな日本の、そのまた小さな井戸の中で、カエルのままでいたいですかここに一つの例があります。和歌山県で発見された、両面埴輪と呼ばれる埴輪です。 それは何なのか何のために作られたのかこの動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広し林、浜松ハママセティジャパン。和歌山県立、キー、不動機の丘、高校館に、えー 奇妙な埴輪が展示されています。皆さんをまずその木、不きの丘、高校館に案内します。この近くで発掘されたものと思われます。このような奇妙な埴輪が展示されています。この埴輪の特徴は、前と後ろに、両面に 顔が作られていいるという点です両面埴輪と言います。で、竹三日土さんと読んでいいのでしょうか。その方からこのようなメールが届きました。実はですね、両面を持った像はですね、世界中で 発見されています左の像がそれですね、ヤヌスと言います。このヤヌスというのは、まあ、人類創造に関わった神としても知られていますけれども、まあ、ヤヌスというのは基本的にはですね、始まりと終わりを同時に持つ神というふうに言われています。まあ、こうしたアーティファクトが世界中で見つかっています。 まあ顔が二つあるわけですね。で、これはゲリシャで発見されたヤヌスです。で、それについて、まあ、いろいろ説明されています。始まりと終わりの神であるというわけですね。で、年が終わり、年が明ける。ということで、ヤヌスがジャニュアリーの語源になったという説もあります。 その、ヤヌスと、和歌山県立、キー、不時の丘、高校館に展示されている、埴輪は、大変よく似ています。どちらが前か後ろかはわかりませんけれども、両面に顔がついているということですね。で、ここで大切なことはですね、まあ、こうした謎にぶつかったら、 外から日本の外からこの埴輪を眺めるということですいくつかの例を皆さんにお見せします、まあ、このようなテラコッタがですね、えー、エジプト周辺で見つかっています、まあ、手がですね人間の手らしからぬということになりますぐるっと巻いて、てそして手の先が 細くなっています。足の先も細くなっていますね。で、ここだけで見ていると、まあ、エジプトだけの話で終わってしまうわけですけども、バビロニアでも同じような、まあ、土偶が見つかっています。右はニンフルサングの土偶と言われています。太い腰、それに比して細い、足ということになります。そして同じように 手がくるくると巻いています。が、それと同じものがこの日本にもあります。埴輪です。やはり同じように手の先がくるくると巻いて、そして指がありません。まあ、これをですね、偶然の一致と片付けてよいかということになります。日本の埴輪です。 が、その作り方はエジプトのテラコタと同じということです。こんな例もあります。このハニワは赤ちゃんを抱いているようですね。しかし、この赤ちゃんは人間ではありません。足を見ていただくとわかります。つまり、このような形で、このハニワは、 人間ではないということを示しています。えつまり、この埴輪全体がですね、オーバーオールヘルメットになっているということです。まあ、こうした赤ちゃんを抱いたアーティファクトはシュメルでも見つかっています。細い腰、そしてカクンカクン型、そして脇の下には大きな空間ができています。まあ、つまりですね、日本の埴輪は世界の文明と 深く繋がっている、結びついているということです。そしてそのコンセプトは日本の土偶のコンセプトの基本となっています。かくんかくん型で、そして脇の下には大きな空間ができています。上段、右二つはシュメールの土偶です。そしてそれと同じものが日本でも多数 見つかっているということですね。そして、埴輪もその中の one of them だということです。こうして並べてみるとですね、まあ、偶然と言い切るのは難しいというレベルでですね、つながっているということになります。まあ、ヘルメットについての検証も少し前にしました。つまり、こうして日本の埴輪は 世界とつながっているということです。もう一つ私が発見した事実を皆さんにお伝えします。埴輪ですね。異様に太い足をしています。この埴輪は歩行補助装置をつけていると私、林博士は判断しました。そして青森県亀川で見つかっている遮光器道具と比較してみてください。 左二つはハイヒール型ということになります。右はですね、いわゆるローヒール型ということになります。同じものが長野県でも見つかっています。つまりこれらは皆同じコンセプトで作られた歩行補助装置ということになります。まあ、古代の神々、神々と呼ぶ ETU たちはですね、この地球上をこうした歩行補助装置なくしては あることができませんでした。その理由はもう皆さんお分かりかと思います。一見すると違った足に見えるかもしれませんけれども、そのコンセプトは同じということです。こうした埴輪は前方後円墳の周辺で見つかっています。つまり、埴輪と前方 公園墳は深く関係しているということになります。この両面、埴輪もそうではないでしょうか。で、私、林博士は前方公園墳カレンダー説を唱えています。こうして埴輪が前方公園墳の周囲に並べられています。つまり、これ自体がカレンダーだということになります。 この埴輪の上に何かのトークンを置き、毎日移動することによって、古代の縄文人たちは、日、週、月、季節、そして一年を知りました。その前方後円墳カレンダー説の中に、先の両面埴輪を置いてみると、両面埴輪の謎が解けます。例えば、両面埴輪を 一年の中心点に置きます。そして別の埴輪を毎日一つずつ動かしていきます。こうして日、月、季節、年を知ったというわけです。例えばここでは12月30日になります。12月31日になります。こうして一年が終わり、年が明けて1月1日になります。そして1月2日、1月3日、4日、5日、6日と進んでいきます。このコンセプトはギリシャに残る 先のですね、えー、ヤヌスのコンセプトと一致します。こうして、まあ、古代の人たちは、遠くから見てでもですね、まあ、その暦を知ることができたということになります。前方、後円墳、カレンダー説について、簡単に説明しておきます。銅託はですね、簡易、天文、観測装置でした。その証明も 林宏がしました。と同時に、前方、後円墳もカレンダーでした。あるいはカレンダーとしての機能も合わせ持っていたという方が正しいかもしれません。ともかくも、この両者はその形においても大変よく似ています。で、前方、後円墳の使い方をこれから簡単に説明します。まあ右は銅卓ですけども、 銅鐸それ自体がですね、簡易天文観測装置でした。そして、左の前方公園墳も、やはり同じように、いわゆる、まあ、天文観測所として機能していたと、私、林宗氏は判断しています。で、縄文の、まあ、天文観測装置、そして、天文観測台、説を私は唱えています。 形もよく似ているということですね。まあ同じようなコンセプトで作られたということになります。で、その前方後円墳の使い方をこれから説明します。この前方後円墳の周りには円形部とそしてその方形部、まあ四角部があるわけですね。 で、大きく4つの辺に分かれているのが分かります。そして、この前方後円の周りに、例えば最も分かりやすい方法としては、365個の埴輪を並べておきます。そして、毎日、その上でですね、トークン、何らかの別の埴輪を動かしていきます。まあ、そうすることによって、まあ、遠くからでもですね、先,も先ほど見いましたように、遠くからでも、今日は何月何日、あるいは何の日、 とととといいううここが分かったということになります前方後円墳の辺をです、ね、4つに分けます。そして下を例えば当寺とします。そして左が春分、上が下しそして右が秋分となります。えー、右の方は銅託、えー、の使い方、そして銅託とエイブベリーとの共通点をですね説明したものです、えーまあ。ともかくも左のその前方後円墳は カレンダーであったということですね。そして、まあ、遠くからでもね、遠くからでも、その埴輪を見ることによって、今日は何の日ということが分かったわけです。例えば、何らかの目印の埴輪を置いておけばですね、あ今日は神様の日だなということが分かったということになります。そして、季節を知ったわけですね。で、その時に、まあ、その場所に埴輪があった、あった時にはですね、皆が、 何らかの村祭りをしたということは十分考えられます。で、その一つの証拠が、青塚古墳ということになります。ここにはちょうど隊員歴の半分の数の埴輪が並べられていました。まあ、177個。まあ、実際には176個。 というふうになっています。発掘調査の結果でですね。まあ、177個ですと、354で、まあ、単位歴の1年の日数と一致します。つまり、2日に1度、トークンを動かしていったということになります。で、こういう形でですね、周囲から人々が見ていて、おもうすぐ祭りまで、あと何日だぞ、ということを知ったということになります。まあ、カレンダーとして機能していたということになります。場合、林博士説です。 そして、この日に、ちょうどやってきましたら、今日は神の日だぞ、神様にお礼をする日だぞ、というふうにして、祭りを祝ったものと考えています。そのために、埴輪をこうして、前方公園墳の周辺に並べたということですね。その前方公園墳の、墳、カレンダー説の中に、両面埴輪を置いてみると、その両面埴輪の謎が解けるということに、 になります結論ということになります。両面埴輪は何なのか、何のために作られたのかということですね。もちろん埴輪の一部です。まあこうして前方後円符の周りには埴輪が並べられていました。その中心点に両面埴輪を並べておきます。で、例えば、当時に の日に置かれたものと思われますけれども、分かりやすくするために、まあ、現代風にですね、え、12月、今日は26日だ。そして今日は12月27日だという風うにして、まあ、トークンを動かしていきます。そして、1年の終わりになってきました。12月31日です。年が終わりました。そして過去になったわけですね。そして、新しい年、1月1日を迎えます。 いわゆる、まあ、これが、ヤヌスの考え方と一致しているということですね。ヤヌスのコンセプトと一致しているということです。この日本だけで考えていると、謎が謎を呼び、まあ、謎の迷路の中で、やがて自分を見失ってしまいます。ですから、豊田先氏が言ったように、障子を開けてみろということになるわけです。外は広いぞ。つまり、こうして、外から日本を見ることによって、この両面、 ハニワの謎が解けるということになります。えつまり、右の方は過去、そして左の方は未来ということになります。あるいはその逆だったかもしれませんね。が、それは重要な問題ではありません。ともかくも、この両面、ハニワを境にして、いわゆる右が、例えば過去であり、左が未来ということになります。過去を見、で、そして、同時に未来を見ているということになります。繰り返しになりますが、そのコンセプトは、 ヤヌスと同じであるということになります。これが皆さんに今日私がお見せできる証拠と証明ということになります。が、その基本にあるのは前方後円分カレンダー説です。それについての動画をこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。bye for now.